待って、これでいいのかな。こんばんは。これハートのアメちゃんなのかな。ありがとうございます、ハート、ありがとう。にゃんにゃんこ、こんばんは。みんなは何してお過ごしですか。ちょ、もうちょっと上から撮りたいんだけど。なんか最近みくるさんはなんか、まあ、メール取ってくれてる人はわかると思うんですけど、なんかマジついてなさすぎて、いろいろなんかアレルギーなのか花粉なのかわからない、なんか原因の不明の顔になんかジンマシンっていうか、なんかそばかすみたいな、なんか星みたいな、なんかできちゃってて、今めっちゃ顔がブスになんですよ本当にピークにブサイクで、なんかちょっとやばい、顔が病院に行かなきゃいけないなと思ってるんですけど、とりあえず病院だけ行って行かなきゃなと思ってます。今日は天気悪くて寒いけど元気。あ、お腹空いてますみくるは。それより、あ、だるまありがとね。これなんだ、なんかかわいい。今何のこれ、ギフト期間なんですかねこれ。ありがとう。そう、ミクロ不足だと助かった、すいません。そう、意味不明のなんかできちゃってて、顔に全然治ってなくて、ちょっとやばい。なんかすごくブスなんですよね。だからごめんなさいね、こういうこと言っちゃダメなんですけど、ブスなの、すごく顔が、コンディションが悪すぎてやばい。どうしたらいいですか、誰かいませんか、お医者さん、皮膚科の方か、花粉症に詳しい方。本当にね、さっきマネージャーさんにね言ったの、ちょっと顔がみたいな。そしたらなんか写真見せたら、あ、本当ですねみたいな。結構ひどくて、なんか左目特にもう目の周りとかすごくて、なんかまぶたもちょっと腫れちゃってたのね、起きた時に。と思って。でもアレルギーだったら多分猫かだと思うんですよ、アレルギー。そう、原因はね多分猫な気がする。これって私映りいいのかなってか、え、マジでブサイクなのね。ちょっと伝わってほしい、みんなに。なんかこのブス加減が今の本当にどうしたらいいの、誰か花粉症に詳しい人いますかってぐらい。なんか全部のコンディション悪いんだよね、どうしたらいいと思う。やばい、ミクルス、え、ね、韓国行ってたんでしょ、質問箱送ってくれてたじゃないかい。ねえ、本当に誰かいませんか、同じ症状の方いらっしゃいませんか。すんごくビジュアルがブスになっていくんですけど、いやー、18日大阪行くからミクル公園出る日だったら会いに行く、出ますようにって。18、まだ自分も分かんないかも、18は。え、なんか自分的に、なんだろうね、今までの、わ、今日いい感じ顔って思う日がマジでなくて、そしたらジンマシンができてて、どうしたらいいのかしら。そう、急なの本当に。朝起きて顔洗ったらできてた、ジンマシンみたいな、発疹みたいな。もうでもね、花粉症はねちょっとなりつつある気がするんだよね、多分。わかんないけど、周り花粉症多いんですけど。だからね、ファンデーション塗ってはいるんだけど、ファンデーション塗っても対応ができなくて、ちょっとライトがないからきっと塗ってないんだろうね。いくらアレルギーないと思って今まで人生生きてきてる、生きてきてる、生きてきてる、ん？生きてるから、ちょっと検査しないと。大阪来るときはしてて、今年まだ一回も行ってないわ大阪。こんばんは、ありがとうございます。そう、だからちょっとアレルギー検査、まあ21ですし今年行かないとなとは思ってはいるけど、なんかしといて損はないかなと、まあこれを機に検査しようかなと思ったりしてるけど、うん、って感じだけどね。ちょっと本当に、まあ、公演もありますし、ちょっとお願い、これどうしたらいいの。
だからちょっと携帯持って配信しよう。名古屋もそろそろ行かなきゃな。来て名古屋。名古屋別になんか特別何かあるわけではないけれども、なんかジンマシン伝わんないよね、まあ、みんなに見せてもうね、ちょっと不快な思いさせてしまったら申し訳ないのであれなんですけど、大変困っております。こんばんは。初訪問いっぱいありがとうございます。なんか皆さんありがとうね。はい、でも結構ファンデーションで目元だけは隠してる。ファンデーション普段あんまつけないようにしてるけど、ちょっとねつけないと本当にねすごいから、特にこの辺とね、この辺が明日 S 公演なんですよ。ちゃんと隠さないとなと。本当にコンディションが悪くて困ってます。はい初訪問ありがとね。いや、痒くないんだよね。痒くないんだけど、なんかそばかすみたいになってる。病院行きますね。近々。こんばんは。ありがとにゃん。マジで漏れないから、本当に最近。コンディション超悪い。顔の。自撮りとかしようと思っても、なんかぶっさいくと思って、マジでカメラ見れなくなっちゃうから。困ってます。もうダメですね。年なんですかね、私年体調、うん、体調は全然いい。体調めっちゃ元気ないよ。みくるさんとっても元気。マスクして配信しようかな。うん、まあマスクしたらギリ見てられん顔が。ヤッホー、配信してくれて、こちらこそ見に来てくれてありがとうございます。なんかさ、別になんか話すことあるかな最近。そういえばなんかありますか、逆に皆さん、みくるに話したいことありますかっていうね。こんばんは。かわいい、ありがとう。いや、マスクしたら下で可愛くないわもう何、もうダメ、本当に困っちゃう。ハートありがとうございます。可愛いもありがとう、みんなありがとうね。3月のトークはマスクなしでも OK なの思い出してどうしようかも。つけなくていいよ姫の。ね、姫のさ、なんか衣装とか含めて全部可愛くない。私いいね欄、私ツイッターのいいね欄さ、あの姫の投稿しかほとんどないので、9割は姫なので。ブログ書いてみたりしません？あ、ブログ書きたいとは思ってるけど、今のところまだ書きたいなと思う内容がなくて。でもまあ公演なんかちっちゃい内容でもいいのかなと。こういうお顔にジンマシンができちゃいましたというさ、内容でもファンの方喜んでもらえるのかなと思いつついます。ハートありがとう。これマシュマロみたいなやつありがとう、とってもありがとうこんばんは。握手会の服装、うん、衣装着ない。握手会衣装着ないです。借りたい衣装がなかったので。シングルとかのね縛りだから、あの私の衣装、あの MV 見てもらったら分かると思うんですけど、あのすんごい穴が開いた服で、あのダントツ S でダントツで寒い衣装を着てたんですね。ちょっとあれは着れない、寒すぎて。こんばんは。あ、最近はそうだ、なんかあるかなと思ったら、リカ子とご飯行ったわ。最近友達とご飯行けたりするんですけど、特に今は。目元だけ配信しようかな、こうやって。にゃんにゃん、そう、え、マジで寒かった。ちょっとほんと限界すぎて、そう、外の撮影の時にあの本当に一回ちょっと履けさせてもらったぐらい寒かったです。着ないかな、
可愛い衣装だったら着たかったけど、初本ありがとう。着て欲しかったかな、みんな衣装あれ見たかった。こんばんは。リカ子とご飯行って、そうリカ子ちゃんとご飯行くと大体カウンター席なんだよね、あのなんか個室とかじゃなくて。そうさ、1ヶ月は経ってないか、でも1ヶ月ぶりくらいだけど、なんかリカ子はほとんど毎日電話してるんですよ。そうだから日頃のお互いの話をね、してるから、久々に会ってもなんかね、あれなんだよね、こう、うわめっちゃ久しぶりだなって感じしないんだよね、そのお互いの話をしすぎてて。本当になんかもう日記のように日々の一日の話をこうするっていうね。ビデオ通話、いやそんなことないよ、あもうビデオ通話は全然できるときはする、自分。でもなんかリカ子ちゃんの電話でたまに起きるときあるんですよ、朝10時とかにかけてくるのね。だからあのいい目覚まし時計になります。でも昨日は朝の6時5 4時ぐらいにかけてきて、でなんかで一回出れなくてかけ直したら、なんか6時ぐらいにまたかけるって言われてかけてきたけど、合わなくてタイミングが。ヤッホーヤッホーねー、ヤッホーみんなありがとう。毎日 LINE してる友達でしょ、その感覚なの本当に。そうだからね、そうで起きたらなんか電話するみたいな、起きてるみたいな言われたから、なんかリカ子の電話でじゃあ起きるわって言ったんだけど、リカ子ちゃん何してんだろう。でもリカ子ちゃんはあの基本的にその位置情報を見れてるからさ、友達同士って何してるか分かるから、そう今はタイミングじゃないなっていうのを感じ取れます。みんな8時過ぎになったら教えてほしいな、みんな8時過ぎになったら、8時10分15分ぐらいだったら教えてほしいです、お願いします。こんばんは、ありがとう。あとは、あみくるまた携帯を落として、あの背面がさらにバキバキになってしまって、逆の果てなんかあの背面のなんか パーツが取れてしまって、ちょっと携帯の限界さを感じているので、あの急遽あの透明ケースで昨日は携帯を助けましたけど、本当によく携帯落とす、本当に。そうみくるちゃんがご飯行ってたお店、私も好き、美味しくないあそこ、大好きなの。え動いてる、まあ携帯動いてるしまだデータはあるんですけど、本当にバキバキすぎて、もう本当に3回ぐらい落としてるから、まあ、画面がバキバキになったらもう終わりなんだけど、本当に iPhone 様ってね、あの本当に便利な携帯様なんですけど、結構落とすと弱いっていうのがね、以前も落としてバキバキになりましたからね。くまちゃんありがとう、くまっていうね、うん、本当にケースした方がいいのは分かってるんだけど、なんかケースしない iPhone が私は持つのが好きな、そう飽き性なんだよね。だから本当にで、なんか保証も入ってない気がするので、多分ワンチャン入ってないからやばいっていう感じ。でもこの今の機種は長く持ちたいとは心では思っているので、絶対 iPhone15 には買えないかな、買えるなら16ぐらいの世代っていうかさ、時にタイミングがいいなと思ってはいます。あとは最近ね、なんかメールにもこれも書いたんだけど、あの友達がね TikTok でなんかみくるが回ってくるみたいな、ファンの子がみくるの投稿をしてくれてるんだけど TikTok で、その切り抜きみたいな、あれがね友達に回ってきたらしくて
すんごいいじってくるめっちゃいじってくるんよ本当に。あ、そう、紫使ってる、なんかなんていうかな、パープル、なんか黒みたいな、紫みたいな、なんかちょっとやつ使ってるよ。あ、そう、ディープパープル、そう使ってる。でも次 iPhone でもね、私あの iPhone の話戻っちゃうんだけど、あの 6S 時代のピンクが復活することを祈るか、12 Pro のゴールドが復活することを祈ってる。あと、あの今の iPhone の角張った形よりも以前の10ぐらい、 iPhone 10ぐらいの薄さの方が好き。これちょっと iPhone さんお願いします。どれか改善してほしい色を。今のピンクも可愛いんだけど、私は前の6ぐらいのピンクが好みなので、まず次の機種はちょっとピンクを取り入れてくださるか、あのこう角張ったデザインじゃなくて、あの iPhone X みたいな薄めのデザインで作ってくださるのが一番嬉しいかな。でもできればカメラは3つじゃなくて、あの本当 iPhone X みたいに縦にしてほしいんですよね。うん、 iPhone さんお願いします。本当にお祈りしてる、 Apple に届けマジで角張ってんの無理なんだよね。くるもう正直あの iPhone X が一番自分好きなのね。でもポチポチも好きだったんだよね。でもだけどもう今はねポチポチじゃないので慣れてるから、ちょっと iPhone X ぐらいの形、大きさ、カメラの形ぐらいで祈ってるから、ちょっとぜひお願いしますっていう話なんだけど、あの何だったっけ、あ、そう、あの友達がね TikTok で回ってきた話なんですけど、あ、こんばんは、ありがとうございます。何だったっけ、マジで恥ずかしかったんだけどね、急にね言い始めて、え、何みたいな言ったら、で回ってきたみたいな言われて、そう、ハート型ビールスのね切り抜きをファンの子が載せてくれてて、まあ、嬉しいんだけど恥ずかしさがあるというか、なんかやっぱ友達がね、まださ、その劇場とかコンサートとかでさ、実際のアイドルしてる姿を見てないとさ、ピクルがアイドルしてる姿ってやっぱ想像つかないわけじゃん。だからああいうの見たら、なんかちゃんとアイドルなんだねみたいな、そうだよみたいな。もう一生いじってくるよ、振りを完コピーして、全然違うんだけど合ってないんだけど振り真似してめっちゃいじってくるまあ嬉しいんですけどね。あの時本当になんかういういしいっていうか、18でしょ、でも今年21だからさ、3年前とかってことでしょ。もうそりゃあね、あの若いういういしいですよ。でも結構言われる、友達にミクル回ってきたみたいな。ミクルも回ってきたことある、あの自分で TikTok 見てて自分が流れてくるっていう、うわーってなる見ちゃうけどね、なんだかんだミクルも。初音もありがとうございます、ハートありがとう。いや劇場呼びたいんだけどね、やっぱ恥ずかしいじゃん。女の子友達はね何回か来たことあるよ。この間も友達が見に来てくれて、先月の公演かな、そう、まあ、曲も一曲も知らずに見に来てくれてたけど、公演終わった後に曲聴いてましたね。何の曲が一番好きだったか聞けばよかった。でも嬉しいですよ、とても。初音もいっぱいありがとう。あとは最近のミクロの話は、なんかあるかな、なんかあるかな、ミクロの最近のトーク近況報告会、え、なんだろう、ちょっと思いつかん最近。あ、でももう3月に入って早くないですかっていうのが最近思うから、
やっぱ二十歳になるとね、時の流れが早いって言いますけど、その通りだなと。あっという間に3月迎えましたね。いやん、初音ありがとう。イエス。最近買ったもの、最近買ったものは、あ、でもあのアイブのウォニョンちゃんのリップが欲しくて、昨日見に行ったら自分が欲しい色がなくて購入できなかったので、ちょっとゲットしたいなっていうのと、あの香水がね、これマジで減り早すぎてさ、あのちょっと待って、新しい香水を買ったの。あ、本当に大した香水、大した香水って言っちゃダメだね、それ失礼、失礼ですよマジで自分失礼ですよ。なんか全然ブランドっていうかあれなんだけど、なんか大手のブランドではないんだけど、全然なんかバニラの香水が大好きなんですけど、なんかこれをがね、あの買いました。あの全然ドンキさんで購入できるんですけど、でも結構売り切れ率高くて、やっと買えた。蓋は今バッグの中入ってるんだけど、これでもサムライウーマンドルチェバニラってやつ。あ、やばい、香水教えちゃったやん、ゆくりさん。あんま香水教えないんだけどさ、まあこれはドンキ様にも売っているので全然まあいいです。これ、蓋も豪華だったんだけどね、蓋がどっか行ったんよ。本当に香水の蓋ってすぐ外れちゃうよね、マジで。何だったっけ、なんかなんでこれに出会ったかって言ったら、なんか普通にドンキでお買い物してる時に、なんかあの昔ね使ってたアリアナグランデさんの香水が売ってて、それ見てた時にこれがあって、え、バニラの香水ってなかなか売ってないよ。でもそう、もうマジジルか、あとあれです、私が使うの、あの何だっけ、リブレ、イブさんのリブレを使うことが多くて、でも本当にリブレさんお高いので、私の香水の日常の量を考えるとマジでコスパ悪いのね。そうだからジル使ったりとかしてたんだけど、ジルも2つ買ってたのにもうなくなり、どうしようと思って最近シャネルの香水使ってたのね。そうで、なんかシャネルのチャンスっていう香水が結構いい匂いなんですけど、そう、それは結構周りで使ってる子多いから買うのやめて、かぶっちゃうし。そう、あ、フォローありがとうございますっていうので、あ、サムライフランスの、あ、そうなんだ、有名な香水だったので、すいません、ちょっと知識があんまなかったです、ごめんなさいこれドンキに売ってるやつだけど、なんか6種類ぐらい多分ある、5、6種類ぐらいあって、バニラこれ気に入ってて、なんか一回シュッてさして試しに匂い嗅いだんよ。で、なんか友達がいい匂いみたいな言ってて、これです、私が使ってんの特別に教えちゃいますそう、いい匂いだよ。甘い匂いが好きな人はおすすめ。でも持続性がめっちゃあるかって言われたら、そこは保証はできないので、持続は気にしないけど、まあ、ミクロと同じ匂いがいいなとか甘いのが好きっていう方はおすすめです。うん、でも個人的には全然いいかなと思う。まあ、明日劇場公演でつけてみてどんな感じかなと思いますけど、でもマジで甘い。今何時ですか、皆さん教えてもらっていいですか。ちょっと時計がなくて、このお部屋あ、7時50分、ありがとうございます。ありがとうね、みんな教えてくれて。あとなんかあるかな、最近、最近なんかあるかな。個人的にはそのお顔にジンマシ、謎のジンマシンみたいなのができてるのが、あの3ヶ月今年始まって一番の大ニュースなので、今のところ。そうですね、うんハタありがとう。そう、大ニュースなので、ってなると他に何もないニュースが、面白い話はできないですね。
最近食べた美味しいもの、あ、皆さんが質問をくれるととても助かる。ユッケ。ユッケです。ユッケ好きなんですけど、最近ユッケを食べる機会がなんか多くて、なんかユッケ大好きなんですよね。だからユッケかな。あ、でも、あ、最近みくるが食べたいものが一個あって、それが牡蠣なんですよ。私生牡蠣大好きで、まあ、生牡蠣に限らず全然あのあれも好き、なんだっけ、あの牡蠣フライとか牡蠣の料理好きなんですけど、生牡蠣が食べたくて、あのけど牡蠣を食べれる人が自分の周りにはなかなかいなくて、ママとかは食べれるけどっていうね、ちょっと牡蠣食べたいので、牡蠣を一緒に食べてくれる方を募集してますっていうね。昨日たくさん買い物、牡蠣の、牡蠣の天ぷらあるの、あ、ハートのなんかペンライトみたいな、ありがとう、ちょっと待って。あ、すいません、ごめんなさい、どうもありがとう。ファミマのみかん、あ、そう、私がメールじゃないや、あのストーリーに載せたファミマにあるみかんの大福みたいなのがとっても美味しいので食べてみてほしいです。私はもう2個食べましたね。たくさん買い物したとのことですが、何買い物、あ、そのさっきの香水と、あとあのこの透明なスマホケースと、あと今履いてる靴を買った。あの本当に欲しくて、あのママからは結構大ブーイングされてたんですよ。絶対やめなみたいな言われてたんですけど、あのミクルって結構欲しいものをその時に買えなかった時、結構本当に欲しかったら長くね、なんかやっぱ欲しかったなとか思っちゃうタイプなのね。そうだから一回こうママとかにって言われたものはちょっと一回悩むんですよ、昔から。でこの靴も悩んで何回かそっかって言って買うのやめた靴だったんだけど、 SNS かなんかに流れてきたり、あと友達が履いてるの見たりして、やっぱ欲しいかもと思って買っちゃいました。そう、ママにまだ言ってない、でも見てるかな、ショールーム買っちゃった買っちゃったんだけど、そう、まあ春も履けそうなんだよねっていうね。あ、かわいい、ハートいっぱいありがとうね、こんばんは。みかん、え、でも私も昨日行ったらね見つからなかった、悲しい。こんばんは、わあ、いっぱいありがとうございます。いや本当にね、靴はね、この靴は本当に 2,3 回ぐらい諦めました。本当にこれどうってなんか何人かに聞いたこともあるし、本当にね、そうでミクルは結構こう欲しいなと思って諦めても、本当に欲しかったらね何度か思い出してしまうんですよ、それを。やっぱ欲しかったなとかで、友達が持ってるとより欲しくなってしまう、やっぱ可愛いかもみたいな。そうだからね買っちゃった。でもなんか黒が欲しかったんだけど、黒が欲しかったっていうか、ミクルの普段の私服とかね選ぶものが黒が多すぎて、まあその靴もね黒を買うつもりだったんだけど、黒がなくて、私足 3.5 なのね、だけど 4.5 しかなくて 4.5 買った。だから今足が大きい人みたいに見えるかもしれない、でもなんかスニーカーとかじゃないから、その履いてて支障がないんだけど、そのでかいからブカブカだからとかないんだけど、そう買っちゃったっていうね。てか寒いんだけどさ、暖房ついてるのに、ついてるわ、でもついてるけど、ついてるけど、あれかも、よっこらしょ。ありがとうございます、みんな見に来てくれていっぱいありがとう、ありがとうね、美味しいよ、ありがとう。いや中敷きとかじゃないんだよね、もう靴が
久しぶりのこんばんは。めっちゃ久しぶりやん。ありがとう。マシュマロありがとう。こんばんは。さっきファンも言ったらブラックサンダーのスイーツ。かわいい、ありがとう。来週末会いに行ける。あ、皆さん5時販売ぜひ待ってます。トーク会。ちょっと雨の音がしてすんごい嫌だ。外出たくないわ出たくないわ、雨嫌だわ。初訪問、みんなトーク会来てください。マジいろんな話しましょうサインありがとう。いやいや、こちらこそありがとう。いや、多分ね、受け取ってから多分ショールームやってないんですよねそう、3月分。あ、そうなんだ。ちょっとぜひ5時販売会いに来てください。みんな明日までらしいんで、後で SNS 載せます。公演の化粧時間早いですか？ミクロ基本的に化粧は本当にこうやってね、喋りながらダラダラメイクしてなくてね、集中してたら10分で終わりますよ。10分15分あればメイクは終わります。だらだら話しながらしちゃうと長いんだけど、こうだらだらしてるから、マジ集中して一人の時間の時、マジ YouTube 見ながらとかさ、音楽聴きながらとかの時は、まあ、10分15分ほどで終わります。もうメイクにこだわりがないので、もう本当に適当に下地を塗って、ファンデーション塗って、パウダー塗って、アイシャドウしてみたいな感じです。マシュマロありがとう。いつか公園とか一緒に行く友達連れてみくるちゃん、楽しみ、楽しみだ。ありがとうね、みんな会いに来てくれて。ハオありがとう。みんな会いに来て。3月でも今月みんなに会えるのか。本当にちょっとビジュアルを整えとかないとですね。何これギフト、なんかありがとう、ありがとうね。最近自分のトラックがね、送ってくれてるよね。それでお仕事ちょっとでも頑張ろうって思ってくれるなら嬉しいなと。関東でやるトーク会、申し込みできるよ。全然まだ、今日はまだ何日だ、5日、今日5日か。全然ね間に合う。あ、フォローありがとうございます。よかったらちょっとショールーム不定期なんですけど、めちゃくちゃフォローしてくれたら、してない方は嬉しいです。なんか最近ミクラが、そう、さっきも言ったけどさ、今年21でって言って、ね、ファンの方からしたらミクラ若いよって言ってくれると思うんだけど、なんか年を感じるというかなんか意外に現代のこと分かってないというか、現代というか今の流行りを分かってないなと思って。私あれ知らなかったんよ。分かんない、ファンの方知ってるか分かんない、多分若いファンの人は分かると思うんだけどさ、それガーチャーってやつ知ってる？あれ私分かんなかったんだよね。そう、今月も東京やばい、マジコンディションちょっとなんか、知らない？それガーチャー、ほんまにごめんやでってやつ知らない？いやマジ、え？みたいな、何それ？みたいな。しかも自分より年上の友達が言ってたのね、それガーチャーって。え、マジ調べてみてほしい、 TikTok で。みんななんかミクルって言ったら結構ギャルとかさ、なんかノリがみたいなあるじゃん。ミクル、え、マジギャルとかじゃないミクル最近。本当になんか陰キャなのかなと思っちゃうぐらい世の中ついていけてないよ。わかんない、テレビとかも見なくなっちゃったんだよね。え、知ってる？ちょっとみんな検索してみて、 TikTok でそれガーチャーって、なんかドラマかなんかのセリフみたいなんですけど、めっちゃバズってるのね。そう、ちょっと見てほしい、それガーチャー、ほんまにごめんやでって。え、実際ね、それガーチャーとか言われたらさ、ちょっとえってなるけど、そう、わかんない、なんか多分自分と同い年と喋ってると若いなと思うんだよね。その学校のさ
学校同じだった子とかとさ久々に会ったらさギャルいなっていうかノリが若いなと思う。分かんない、自分がちょっとおばになってきてる説あるかも。それがちゃう。あと最近はあのミクルのこれ良くない癖なんだけど、あの同期にもやっちゃうんだけど、本当に仲いい人には割とやっちゃう癖なんだけど、 OK って言っちゃうのね。あの例えば、うーん今日さ朝ごはん何々やったんだよね OK みたいな。えマジでこれ家族にはやってないと思うんだけど、友達とかには OK みたいな。でもミクルはあそうなんだっていう意味で OK って言ってるんだけど、OK みたいな友達からしたららしくて、そう気をつけようと思ったのと、あと最近は私あの何々なにゃんこーっていうのね。例えば眠いにゃんこーとか、最近何々にゃんみたいなさにゃんが流行ってたりしたけど、にゃんこーって言っちゃうの。眠いにゃんこーとかやばい、ちょっと惹かれちゃうかもみんなに。そう何々にゃんこーって言ってるから語尾に今何分みんな教えてそうでも何々にゃんこーとか語尾にピョンとかニャンとかつけるのって割と SK に限らずだったんよね。でも何にゃんこーって あ, なんかありがとう教えてくれて、そう後で遠くから調べてみよう。運転するかまたね。ありがとう待ってる、頑張って運転。あ運転免許も取りたいし今年意外に話すことあったメモしとこう、これから話したいことファンの方に近況報告で話したいこと。最近は猫ミーム、あハッピーハッピーハッピーでしょ、にゃんこーって。あと何々りとかなんかなりとかさ語尾多くない？ちょっと使って、私のファンの人は。じゃあなんかおけりとかなんか何々なりみたいな、なんか了解のことリって訳すの流行ってたじゃ ん, んそんな感じなんだろうなって感じ。マジ今時の若い人って不思議だよね。あでも最近ねまた MBTI 診断しました。ミクル3回目の MBTI 診断だったんですけど、あの3回やっても同じ診断だったので、あもうきっと私はあの変わらないんだろうなと今のところ思ってるそうえマジで免許取りたい。まあ、運転する場所マジ妹の送迎ぐらいしかしないんだけど、多分そうしたいです。免許欲しいです。まあ、身分証代わりになりますしね。そう上わたくたくちゃお何それ、後で調べてみるわ後で調べてみるね。じゃあ初音もありがとう。大きい家の車大きいけど、えよやめた方がいい、じゃあ友達の車でも借りようかなこんばんはありがとう。ハッピーハッピーハッピーそう最近だから MBTI は3回やっても3回同じだったから、もう私は変わらないんだろうなと思ってるんですけど、そう妹さんの近況、なんか今日転んだらしいです泣いてた。あのみねなんかちょっとねえねえ見てみたいなのが何って言ったら、なんか転んですりむいてましたね。だから痛そうって言っといた痛そうだねってあれって診断に何分ぐらいかかる？私はもう感覚で答えてる。なんかもう、なんか同意する同意しないみたいな、こう項目が2個あるんだけどさ、あとどちらでもないみたいな、6つぐらいあるので、その同意するでもめっちゃ同意する、いやちょっと同意する、うんみたいな、なんか6つぐらいあって、めっちゃ悩む人だったら長くなるけど、それだけもうミクラ感覚でいやこっちっしょみたいな感覚で押してるんだけど、そう文章を理解できない子とかね、言ったらあのなかなか意味のわからない文章だったりするよね。何それみたいな、今まで考えたことないなと思うような項目だったりするんだけど、
そう、そういうので、まあ一応人それぞれかな。私はでも10分ぐらいで終わりますけど、20分ぐらいかかる人もいると思うよ。そうそうそう。みくらはなんかもう文章読んで、うん、こっちみたいな、いちいちなんか、これかなとか思わないから、あ、文章読んで、あ、みくらこっちって思うタイプ。うん、私はTikTok でさ、その自分の MBTI 調べるとなんか一覧みたいに出てくるじゃん。あれもうほとんど当たってるもんね。あの、私あのインスタのプロフィールにも書いてるんですけど、 ESTP なんですけど、あの ESTP はあの調べてみたらもらったら分かるので、あのみくるの性格ってどんな性格なんだろうって思うファンの方は一回 TikTok であの ESTP って調べてみてください。多分それでみくる分かると思います。そう、あのなんか黄色でさ、いっぱい書いてあるの、なんかなんかナルシストとか書いてあるんだけど、別にナルシストではない、ミクルは別に自分は好きなわけではないので、なんかそういうのがバーって書いてあるのね。でも結構当たってる、まあ全部当たってるなとか思わないけど、8割ぐらいはその表を見て当たってるなと思いますけど。でもめちゃくちゃ外向型で、インドアなくせにめっちゃ外向型なのね。そう、あの結構 ESTP ってあの陽キャのMBTI って言われてるんですけど、別に陽キャだとも思ってないんですけど、そう。でも陰キャですって自分で言う方からしたらもうめちゃくちゃ陽キャらしいです。待って、もう10分らしい。ミクルさん、ちょっとショールームも終わりにしますね。みんななんだかんだね、みんないつも私の話を聞いてくれてありがとうございます。とっても今日も楽しかったです。また不定期なんですけどやると思うので、ちょっとショールームフォローしてくれてたらハッピーハッピーハッピーになります。ありがとうございます。ってことで、あの5時販売待ってるんで、ぜひ来てください。みんなと話せて楽しかったです。ありがとうね、みんな。メール書くので見てください。バイチャありがとうね。